おはようございます、千春ですで今日もね、あのー、動画を見てくださってありがとうございます私ね、えー、とちょっと、ね、切り口を変えました、えー、と夢を叶えることを応援していきたいと思いますで夢を叶えるためには、えー、と心と体と環境が整っていることで、あのー、自分のねやりたいが叶えていけると思うんですね私はととにかく人の心と体 あのー、環境を整えることをサポートしていくというような、ねあのー、ことをしていきたいなと思います。それを、ね、お仕事にできたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、えー、とあー今、ね、ここから見えている、あのー、朝焼けがすっごく綺麗なんですね。すすごく綺麗ですそしてち、あのー、ちょっと見えるかなちょっっとと見見ええるるかかなな あ、見えるかなね、すごく素敵ですね。はい、ありがとうございます。そしてね、この配信動画終わったらあの朝スイムに行ってこようかと思います。はい、ではね、ちょっとえっ、ー、と今日のテーマです。今日のテーマですが、今日のテーマはあのー、協力し合えば相乗効果。 協力し合えば相乗効果の第2日目です。2日目です。考えてみました。考えてみて、えっと、一つはね、あの、これも水、うんと、協力し合って相乗効果につながっているもの、つながっていくものだなと思います。 とヨガの先生ねヨガのインストラクターの先生は個人で活動されていることが多いですがそこを、えー、と一つの団体とととししてて協力し合っいいくということです。例えばヨガの先生が、えー、とお互いに協力し合って一つの団体に、あのー、なります。 そうすることで、えっ、ー、と、例えば、どこかからヨガのインストラクターとして来てくださいと依頼があったときに、どうしてもそこ予定があって開けられないってこと、個人でやっているとあるかと思うんですが、えっ、ー、と、自分が行けれなければ、他のヨガのね、インストラクターの方が、そこに、えっ、ー、と、ね、講師として行くというような、そういうふうに、えっ、ー、と、自分たちとしても、うんと、 プライベートの予定も入れやすくってそうすると家族も喜ぶことができるそして、えー、と依頼側としても、えー、と希望日にねちゃんとあのインストラクターが来ていただけるということで、あのー、そういった欠員を無理なく。 えと無理なくうんと決意なく回すことができるっていうことにもねつながるんじゃないかというふうに思いますそしてやっぱり個人の知識だったり経験って限られてしまいますね限られてしまうんだけれどもそうしたグループを組むことでお互いの知識や経験をシェアしてお互いのスキルを高めていくってことねここやっぱり大事だと思いますえっ、ー、とお互いの知っていること経験をシェアすることで それぞれのスキルも上げていく上がっていくっていう効果もあるんじゃないかと思います。で、えー、とそうすることでね、やっぱり利用者にとってもう嬉、ん、しいですよね。そしてあのー あとはそれぞれの特色特性を出していけるっていうこともあるんじゃないかと思います。それぞれえっとヨガといっても、いろんなヨガがあったり、いろんな得意分野があるんじゃないかなと思いますね。それをえっとそのグループの中で、私はここが得意分野だとか。そういったことをしっかり明確にして打ち出していくこと。そうすることによって、えっとね、またまたより良い,い提供ができるし、利用者側としても。 一軒一軒のヨガ講師のところを訪、うん、ねなくてもあの分かりますよね一目でその違いが分かるので選びやすいっていうこともあると思いますはいそういったことかなそういったことであの自分もまた家族もあの守りやすいかなというふうに思いますねはい今ねあの朝のお散歩のお友達が <laughs> はいあの おじさんなんですけどね。声をかけてくださって、朝の時間っていいですね。こういった会話がありますね。はい、えっ、ー、と今ね。おはようって声をかけてくださったんですね。遠くから <laughs> はい。ありがとうございます。はい、そんなことでえっ、ー、とお互いの専門家がえっ、ー、と個人のね。専門家が手を取り合うことで、あのー、お互いのスキルをアップする。そして欠員だとか、そういったのをなくすでえっ、ー、とね。 いうことあとなんかそうするとイベントなんかもね大きいイベントなんかもあの企画しやすいんじゃないかなと思いますそんな風に協力し合うことで相乗効果が出るということここにもあったなと思いましたはい、では、えー、と協力し合えば相乗効果今日2日目で配信させていただきました10日間連続であのそのね思考を えっと働かせていきたいと思います。はい、それそういうことで自分の中にぐっとね落とし込んでいきます。はい、今日も配信させていただいてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。いいことあるよ。楽しんで、Have a good day。行ってらっしゃい。